まあ、この間、さ、まあもう2、3年ぐらいカードゲームの番組俺今やってんだけど、バトルスピリッツっていうさ、あのカードゲームで、まあ、だいたい1回の収録6、7時間ぐらいまあ撮ると。カードゲームさ、暑いからやっぱりこう戦いまあ、そうか。白熱しちゃうと時間がかかっちゃって、もちろんそれで面白い感じになるんだよね。長いと。だけど、その日もさ、こう2時間ぐらい押したわけ。 その収録が。うもう9時間ぐらいカードゲームを見てさ。<laughs> ある程度、時間は決まったでしょ、うん、そのカードゲームでも。そう,そ,うそ,うそう、人勝負終わるまで。まあ。長くなっちゃう。いや、長くなっちゃって1時間以上かかっちゃってすんだよね。うん。で、さあ、まあ実況しててさ、うん、もうずっとカメラに抜かれてるから、うん、まあ休まる感じもないみたいな。うん、うん。で、カードゲーム見てんのなんてさ、別に楽しいけど。 まあ、ね、見てなんか言ってるだけだから。うん、まあ仕事じゃないような感じにも思うときもあるけど、さすがにくたぐたになってく時間ぐらいとまあまあまね。疲れはするね。ああで、さ、収録終わって、で、帰り電車で帰ってさ、うん、あの、まあ自分とこの最寄り駅に着いたんで、うん、で、駅前になんか丼物の,の店があって、うん、チェーンの。うん、で、夜10時過ぎだったけど、こうやってたから。うん、ああまあ、なんか、まあ食べようかなみたいなんで。で、好きなアニメとコラボしてたんだよ。 ああ、たまあ、あるね、<ー>たまにね、そういう。そう。うん、で、気になってたの。で、朝こうね、電車乗るときもそのまま撮っていくから、うん、ああ、そうだ。あのアニメとのコラボ始まってんだよなってなって思ってて、うんうん、帰りもやってたから、いや、これはもう今しかないかと思って、うん、行こうと。 で、そのさ、あの、丼物の,の店入って、で、入り口でこう、食券をこう、タッチパネルで買う方式なんだけど、うん、あの、見たらさ、アニメのコラボゾーンはこちらみたいな感じのやつがあって、ははははで、そこのゾーンを押して、 で、この中のものを食べればクリアファイルがもらえると。アニメの。で、まあ、そりゃね、サラダだけとか、味噌汁だけでもらえないと。うんそりゃそうだ。そう。だいたいこう、しっかりとしたセットを頼まないと。うん。そうね。こう、もらえないクリアファイル。うん。対象商品がそうなんだけど。でも、牛丼が俺食べたかったの。うん。そこの。うん。でも、対象商品の牛丼は、うどんとセットのやつしかないわけ。なるほど。うん。で、正直、もう疲れちゃってて、結構。 あんまりもう食欲もそこまでない感じだったの。うん、うん。でも牛丼、こうね、食うにはこのセットのやつ、クリアファイルにはこのセットのやつ、しかない。うん。うん、ああ、いっぱい食べなきゃダメかと思って。うそうね。うん。まあ、食券買ったわけよ。うん。でもあのー、クリアファイルは10種類ぐらいあるから、 なんか好きなキャラのやつ当たるかなとか思いながら。ああ、ランダムそうそう。うん、なんか、なんか袋に入ってて、うん、ランダムでもらえるんだけど。で、店員に出してさ、うん、で、こう席で待ってたわけですよ。うん うん、で、店の中には俺と、あの、同い年ぐらいの男の人。うんうん、で、あと、向かいの席に50代ぐらいのおじさんがさ、うん、あの、いるだけだったんだけど、うん、しばらくしてさ、こう、店員のお兄ちゃんがいてさ、そのお兄ちゃんがこう牛丼とうどんのせとこう持ってきて。うんうん、で、ああ、ですぐ牛丼食って。で、あうまいな、ちゃんとしてて、つって、うんあ。で、ちょっとだって、あれってなって、うん クリアファイルはってなったのああ、まだそうか、もらってない。あまあまあまあ、でも、あの、最後お会計の時もらえるパターンか、つって。で、牛丼食い終わって。まあ、もうちょっと結構お腹いっぱいだったけど。まあ、うどんもこう、食って。ああ、うまいわ、結構、と。うどんの方が、むしろ、うまいかもなぐらいで。ああ、よかったね。で、それ食ってたぐらいで、あれってなって。 食券じゃねえ、ここって。そうですね。そうですね。あれ、最後にお会計とかないよね、あれ。で、食べてたらさ、このまま帰れちゃうじゃんって。うん。うん。うん。あれ、クレアファイルもらえてなくないうん。なったの。私、そびれるよ、そっちそうそう。で、店員呼ぶボタン押してさ、あの、お兄ちゃん来てさ、あの、はい、って来たから。 あの、すいません、あの、クリアファイルって、これもらえますよねって聞いたの。そしたら、なんか何も言わずに、あの、奥戻ってっちゃって。えうん。え、え、え、な、な、なにこれって。そしたら、あの、ちょっとして戻ってきてさ、そのお兄ちゃんが、ああ、もう、全部出ちゃってますね。えうん。えええって。えちょっと待って。え嘘嘘って。クリアファイル、えちょっと待って。完売したってこと完売して。え、どこにも書いてなくない えまあ、まあ、ちょっと待って。人気なのか。え人気なのはわかるけど。ああ店の前のポスターとかにも、完売しましたとか書いてなかったよねって。<laughs> えここのなんか席のこの、なんか貼ってあるやつにもえ、クリアファイル完売しましたとか書いてないよね。<laughs> うん、えどういうこといや、聞いてないよってなって。で、クリアファイルもらえなかったから。ああいや。 もう本当にさ、これもらえないんだったらこんな食べてないよって。いやー、うん、それもそうだね。いや、牛丼だけでよかったんだから、俺はって。うん、うん。クリアファイルってもらえると思ったから、うどんも食べたんだよって。うん、うん。でか、クリアファイルもらえなかったら、そもそも店自体俺入ってないし。いつも通る道だけど、この店初めて来たし、俺。ああうん。クリアファイルがなかったら来なかった店だから。ああ <laughs> クリアファイルの店なのね、もう。そわれからしたら。アニメとコラボのクリアファイルの店だから。クリアファイルをもらえると思ったから店入っていっぱい食べたのに、って。うん。こんなに食べちゃって。って。すっごい俺その時悲しい気持ちになったんだ。ああ、そうだね。うん。一応なんか数量限定と書いてあるけど。はあ。うん。いや、そんなの。あ終わったんならそうねそう、書いといてよって。で、そしたら向かいの席に、あの、ま、50ぐらいのおじさんが座ってるってたじゃん。で、その人がさ、あの、店員呼んで、すいませんって。 あの、これクリアファイルもらえますよねって言ってんの。その人が店 <laughs> <ー>員に。うん、で、店員のお兄ちゃんがまた、あ、もう全部出ちゃいましたって言って、うん、で、言われて、その50代ぐらいのおじさんも、あ,あ、そうかってなって、うん、あの、テーブルの上のさ、丼の器となんかうどんの器 <laughs> 乗っててさ、テーブルに。うん、それにおじさん目を落としててさ、<laughs> もう悲しくなっちゃって。<laughs> なんか <laughs> 切ないね。悲しくなっちゃってさ。すごいね。 え、なんで完売とか書いてないのって。ショート、なんか。うん。ドラマだね。そう、なんかね。<laughs> 店員に俺が言った時もさ、うん、なんか分かってなかった感じだし、そのお兄ちゃん。あ、ああえー、みたいな。うん。なんか夜晩一人でやっててさ、うん。なんか、多分、あの、予想だけど、うん。昼晩の時にはもうクリアファイル多分なくなってたんだよね。うん、うん。で、引き継ぎ、こう適当にやってたのか分かんないけど、うん。もうなんか、 こう、夜晩のお兄ちゃんも一人やってるから、うん、いや、知らないよ、みたいな、感じだったわけ。あね。いや、そんなのもさ、俺らの方が知らないよっていう感じだから、<laughs> そのそりゃ、そりゃ、内情は知らないよな、うん。クリアファイルもらえると思ってさ、うん、もうおじさんも、いや、どれが当たるのかな、みたいな感じでさないなあ、楽しみに思ってさ、あの、クリアファイルのためだと思っていっぱい食べて、うん、うん。もらえないんだから。<laughs> 頑張って食べてみたら。な。れしいよね。うん。 本当なんかとコラボするんだったらさ、うん、そこしっかりやってよって思ってさ、うん、じゃないと、少しでもアニメがなんか悪いとか、思われちゃうじゃん。うんうん、俺はもうほそのアニメが、そうか、アニメファンだからね。好きだから、具いはね。そんな風に思わせないでよって、誰にも思われたくないの、そんなことは。うん、うん。もうアニメ悪くないんだから、一切と思ってさ、うん、でも牛丼とさ、まあ、うどんもうまかったからいいんじゃないと。うん ああいう意見もあるだろう。うん。まあ、食べたしうまかったんでしょって。美味しかったんでしょいいんじゃないって。いや、違うと。うん。クリアファイルなかったら食べてないから。まず。うあと、真っ先に始まった時に行けよと。あう意見もあるじゃん。うん。本当に、アニメ好きだったら。お前が祝いが遅く行くのが悪いんだろうって。もう強めのファンだったらそういう意見もあるじゃん。うん。でもそれ全然違う話なわけ。うん。こう、俺からしてみたら。一個ずつ潰してるじゃん。そう。 最近だってそのアニメ好きになった人だっているわけよ。うん。まあ、そうだね。うん。例えば小学生ぐらいでさ、アニメとか見てなかったけど、テレビでそれを見たらすごく面白くてハマっちゃって、その感じだったら、あの、その規模感とかわかんないじゃん。どんぐらいファンがいるかとか。うん。でもさ、その小学生は好きになったから、もう家がね、例えば家がすごい、あの、お金ないけど、 お小遣い貯めて、でも貯まんなくて、一生懸命こう手伝いとかして貯めて、グッズ買おうと思った。でも、グッズは高くて買えないわけ。でも、自分の誕生日にね、自分の誕生日行きました。自分の誕生日に、お母さんが、うちは外食はできないけど、ね、500円あげるから、外で好きなもの食べてきなって、500円もらった。本当は、パフェが好き。 パフェが食べたい。パフェ食べてみたい。そうなけど、貯めたお小遣いを足して、牛丼とうどんにすれば、あのクリアファイルがもらえる。グッズは買えないけど、初めてのこのクリアファイルというグッズだ。そしたらこれはすごい大事にしよう。クリアファイル、もうあのキャラが当たってくれたらいいなと思って、こうパフェを諦めて、牛丼とうどん食べに行きました。そしたら店員が、あ、もう全部出ちゃいましたね。言われた。悲しすぎるじゃん、こんなもん。 違う違う。架空のストーリーやいや、違う。ありえんだよ、これが。いや、まあまあ。ありえるんだよ。ありるけど。架空のストーリー、それ、だ、それ。ありえんだよ、これが。その店員さんまあまあ。いや、金額が。可能性はあるね。金額が小さいから、わからないかもしれないけど、例えばよ。アニメコラボツアーって言って。ね。 7日間の旅、100万円ですっていうのがあるとするでしょはい。ねで、コラボと言っても、内容は普通に山見たり、梨狩りしたりとかなの。アニメ全然関係ないの。でも、旅の最後、7日目の最後に、アニメのコラボモニュメントがもらえる。ねうん。旅なんか行きたくないけど、もう本当にあの、アニメファンだったら、モニュメント欲しいから、100万円払って行くわけそれにね。うん。でも、旅もつまんない。面白くない別に旅したくなかったから。で、我慢して。 7日目になりました。7日目の最後、なんかそのね、あのツアーの人が、旅は終了です。お疲れ様でした。あれ？モニュメントは？モニュメントもらえますよねって聞いたら、ああモニュメントはあの前の回で全部出ちゃいましたって言われたら、いやはって、もう暴動起きるじゃんこんなもん。違うよそれと。いや、ほん一緒なんだよ。モニュメントとはやっぱ違うよそれは。いやいや一緒なんだよ。希望がちょっとなんか。ちゃ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 。 じゃ、<laughs> <で>これは、本当に、金額が違う、<laughs> うん、規模が違うだけで、同じなの。うん。でもだって、たその旅行はね、だったら行かねえよ、っ旅ってことじゃん。だったら、<laughs> いや、まあ、この牛丼には入ってないし、うん、こんなに多く食べてないってことなの、俺。そうだけど、このなんか、違うじゃん。うん、お客さんの、この、お客さんの捕まえ方が違うじゃん。ま、旅行会社はこの人数集めて、うんえー、パックで行きますって言うんだから、それは用意しとけよってけ、いやいや一緒ゲー違う違う違う。なるそれはでも、うん、あの、アニメを使って、お客さんを呼び寄せてるわけだから。<laughs> 一緒ってこと一緒なんだね。うん、うん。で、もう本当に、もうどうしてもさ、うん、もう次の日、ほんと。 どうしても忘れられなくて。もう一回、もうほんと、店行ったんだよ。同じとこそう。でもほんと、どうしてもさ、もう、あの、頭から離れないわ、と思って。もうダメだと思って、どうしても忘れないと思って。ほんと、どうしても思い出しちゃうと。あの、美味しいうどんの味がと思って。えええもう一回、ほんとに、もう一回同じうどんだけ頼んで、食べたの。あ、やっぱ美味しいわって。ハマりそうだなと思って、帰ったよね。いいじゃんじゃあ うどんに出会えてよかったじゃんあ,あれだけはほんとあのためだけには行くだろうないいじゃんただほんとにクリアファイルの件は忘れない忘れないけど <laughs>、うん、よかったじゃんあのうどんだけは続いてほしい <laughs> <laughs> 大丈夫だその店行けばうどんはあるからハライチの「ライフのタオ